ビーマン・バングラデシュ航空60便は、バングラデシュの首都ダッカにあるシャージャラル国際空港と、ミャンマーのヤンゴン国際空港を結ぶ、国際定期旅客便であった。2019年5月8日、事故機は着陸時に滑走路を逸脱し、大きく3つに分かれ大破した。死者はなかったが、乗員5人を含む28人の乗客のうち18人が、怪我をした。 事故機の登録番号は S ニアグックであった。事故機はスマートアビエーションカンパニーに2011年に納入された。その後2015年4月にビーマンバングラデシュ航空へ新造機としてリースされた。出発地の現地時間である5月8日15時15分頃60便はシャージャラル国際空港発ヤンゴン国際空港行きの定期旅客便としてダッカを出発した。 着陸時、付近は雷雨に見舞われ、視界は3000メートルから4000メートル程度、風速は時速18キロメートルから時速36キロメートルと、天候は非常に悪かった。事故機は、ヤンゴン国際空港の滑走路21への着陸中に突如左側にそれ、滑走路を逸脱した。後に、機体は滑走路の隣にある芝生の上で停止したものの衝撃で、 機体は3分割され、ランディングディアや右翼も大きな損傷を受けた。火災は発生せず死者もなかった。しかし、18人の乗客及び乗員が怪我をしたと報告された。機体は大きな損傷を受け、修理は不可能とされた。滑走路を逸脱した原因は現在調査中である。ありがとうございます。